ヒゲイノシシは、クジラグーテ目モクイノシシカに属する種である。長いアゴヒゲが特徴で、尻尾が棒状になっている個体も見られる。東南アジアのスマトラ島やボルネオ島、マレー半島及び、スールー諸島などその周辺の島々の熱帯ウリニア、マングローブに生息している。家族で生活し、生後18ヶ月から繁殖が可能となり、イノシシカの多種との交雑種が見られることもある。 ヒゲイノシシの頭蓋骨、現在、2種類の亜種が確認されている。ボルネオ島に生息する個体は主に原米亜種のヒゲイノシシと呼ばれ、スマトラ島に生息する個体は西ヒゲイノシシと呼ばれている。マレー半島に生息する個体はかつては西ヒゲイノシシであると考えられていたが、遺伝学的な研究により、ボルネオ島に生息する個体と同種であるとされるようになった。 万カ島ではニ亜種の中間種が生息している。パラワンヒゲイのシシは、かつてヒゲイのシシの亜種として分類されていたが、遺伝学的かつ形態学的に別種であることが示され、系統学的種概念の下で一つの種とされるようになった。ただし、系統学的種概念は、他の種の概念により、その明確さに欠けるため、別種とするために、さらに情報が必要とされている。 サンディエゴ動物園で飼育されているヒゲイノシシ。ドイツミュウンヘンのヘラブルン動物園で飼育されていたヒゲイノシシ。ありがとうございます。